はい、始まりました、コベ直樹。おはようございます。コベ君、はい、今日はこれです。これは何かね、これ、五右衛門風呂今日は五右衛門風呂を作って、湯沸かしていきたいと思います。沸くかね、沸くじゃろ。何リッター入るこれ。200リッター入ります。で、とりあえずまあこれ掘って下を、うん、こうで、下に薪を入れて、これでも、そう、燃やして沸騰させていこうかなって。まあ、僕らが入るわけじゃありません。今日もスペシャルゲスト呼んでおります。有名 TikToker 松本と八木です。どうぞ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 、お願いします。お願いします。はい、じゃあ自己紹介から。はい、松本です。八木です。2人合わせてパーフュームです。はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日もお願いします。本気で俺ら頑張って沸かすけん、はい、入ってな。その間寝よっていい。ええよ、沸かしょうの間、うん、多忙じゃもんな。うん、だって招待されてるわけですよ。おもてなししてくれるわけだろ。まあ、ビス対応はするよ。だろ。ありがとうございます。よかったよかった。仕事します。なんか俺らも手伝わないけるのか。話が変わってくるなと思って。いや、そんなわけないじゃないか。よかった、助けてくれよ。助かります。じゃあ早速掘っていこうか。掘る。その前に1個や、うん、ちょ、あれ、カメラさん映せる。無法地帯や。無法地帯。グローブがこう埋まっとる。そうなんだ。手がある。こう埋まっとる。野球どういう風に伸ばしたの。見たら分かる。どれ野球したの。ゴロ絶対こうやって取ろうと。この途中に埋め立て始まらん。逃げような、まず。絶対エラーしとる。抜く。タイムカプセルのパターンあるよ。ちょっと抜いてみんか。ちょっと抜いてみましょうか。メーカー見てみよう。メーカー。メーカーだけ。僕だともうローリングス。ぽいぽい。ぽいぽい。ローリングス。どう。これは。おおもう肩がついてしまう。ボールはボールキャッチできてるかだけ見て。ボールはアウトかセーフか。それで勝敗が決まる。ファール。ミミスが。ミミスが入っとる。多分この試合は負けたでしょ。メガは？てな感じで、はい、メガマートやっていきたいと思います。メガマート。てな感じで作っていきたいと思います。それでは作っていきましょう。レッツゴー！どうこれよくない。何もしこない。こいつよ、見とけよ。なんもせんぞ、こういうやつ。なんで俺が一番で、俺なんかもっとんな。ごめんごめん。すなすな。そこですよ。ここでいい。うん。なんか計算しようんだけど。あれ、もしかしてガリレオですか。円周率求めたい。求めたい。求めただけ。いいかよ。突っ込めよ、誰か。あ、その時はバカと来て。あ、わかった。優しい現場感で。あ、もう、あの、ゆっくりやってください。あ、いや、あの、もうそんな、急がなくていい。いや、まだありますから、大丈夫です。はい、まだちょっとね、入ったもう休憩します。いや、いや、もう本当、もう助かります。ありがとうございます。あぶっす、行こうね。おぶっす、もう少し。いや、意味ねえぞ、松本。これを、そして意味ねえ、掘った土を出そうか。ああ、言うてそう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 、言う無理。茶色これや。はい、光栄くんがサファイアを見つけました。見てください、光栄くんがサファイアを見つけました。何でも鑑定だ。ただこの満金だ。ただこの満金だ。
ザコの満金だ。ザコの満金だ。誰しもが挫折をするでしょう。で、まあ、人生において最悪ということがあります。まあ、最悪という言葉は最も悪いと書いて最悪と書きます。まあ、最悪な、ことが訪れた時、一つ思い出してください。最も最悪、それ以上悪くなることはありません。以上です。どういうこと？はい、できた。オッケー。掘らんでよかったの。お世話になりました。これなんか持ちたかったらよかったけど。サングラス。おい。サングラス。あれ。そんなかいいの。これ。素直お前。何回行け。そんなかいいの。
治安の悪さ出てます。あ、ごめんごめん、かぶってたね。じゃあこれに沸かしていこうか。薪を入れて沸かしていこう。それでは火付けていきましょう。これのおかげだろうな、これつけたけど、にゃが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 にゃ。火がつきましたね。ついてないよ。ついてないよ。ついてないよ。まだ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 。ついてもらっていいですか。めちゃくちゃ冷たいです。めちゃくちゃ冷たい。割り箸結構入れたん。うますぎだろ。いや、こうよ。中学校の頃先生騙したけんな。これで電話の音。中学校からしょ。マジ。秋な。強っ。ミジぬくい。あ、全然冷たい。あ、なんかいい匂いしょ。お風呂の時間だね。お前んちごえもんな。言わず、言わず、言わず。いいよゴエモン風呂も逃げたらジャグジーかとか。めっちゃこれ見て食べの。うちのじいさんが昔食うよって言ったそうな、うん、え、ミュージンの家系は炭食べる。なんかビタミンが豊富なんだって。ちょっとだけ食べる。なんかホワイトニング効果とかないんだ。ああ、なんかあるらしいな。ん、食べる人は俺はええわ、ミュージンだけ後から行くわ。おいしい。ちょっと炭素が多い感じ。もうちょっと待って。1時です。もうだいぶいけた。どうです、殺人鬼おらんかった。臭っ。この皮臭いぞ。なんか何の皮を覚えてやるんです。おっもう多分行かないけど。あ、そうやな。ちょっと地面真っ黒。適当でしょ。見とるじゃなと思って。あれ見てたから。何にも分かってない。あら。何もしなくなる。そう。サングラスと赤帽子は何にも。一番目立つやつが一番何もしょうがない。いっぱい歩くとか。しゃがんとるだけで。どうしたんだ直樹。なんで。今回僕らですね、特殊能力を身につけました、どんな物体に触れても、絶対に熱くならない右腕を、手に入れました。それではね、まず今回、手を触れたいと思うのがこの炭ですね。これを、今から、手に掴んで、その後絶対に熱がらないことを誓います。それではいきます。熱っ。はい、これ違う。めっちゃ熱くね。テンパっとったやん。手見して。焦げとるやん。プランできるか。良い子真似しない。そうかな。触んなお前、いちいちお前が触ったらもう冷めるんで。ごめんなさい。全部価格に移りません。私が全部被っております。ごめんなさい。ごめんなサイドステップ。ごめんなサイドステップ。怖い。ミスか。よし。やってバレた。やってやってほら、向いてるからやっぱり。はい、バレてしまったサイドステップ。やって。うわ、こいつ。殺人鬼。やべえぞ。もしかしてキム。まだまだじゃない。あんたらボケだよ。それで呼んどんじゃから。こいつやば。ボケ
生だよ、はよ。はい、ちょっとこれおいでおいで。ギャランティーが少ない、ギャランティーが。いや、みんな話が違うわ。ゲストだよ。ゲスト、スペシャルゲスト。だって来たらもうプロが作られて、ね、ただそこに頭に来るっていう、俺はスペシャルゲストだったよ。ゲストだよな。あの赤帽子ないでしょ。赤帽子あいつな、命令しかしなかった。赤帽子ありやん、赤帽子のガツンと言ってくるわ。ちょっと言ってきて、ガツンと頼むやつや、うん、言ってきちゃう、あいつ調子のせいよ、最近。言ってきて、頼むわ。なおくん、何手伝おうか。なんかボケて、なんかしたらいい。あ、ボケた方がいいですか、うん、なんか手伝ったら邪魔じゃけん、ボケて。あ、ごめん、ちょっと、わかりました。ちょっとあっちでネタしよう。ちょっと話が違うじゃないですか。言うんじゃないですか。言うちゃったで、じゃあ話がちゃうじゃないですか。あいつやばいわ。任せてください。怖い。ここに任せてください。じゃあサングラスがいかついわ。いや、でもさっきちょっと言ってくるすわって言ったじゃん。いやいや、その俺じゃないわ、まだ行くの。いつか行って。あ、ちょっと。行ってこいお前。キャキャしますや。キャキャしますや。キャキャしますや。ちょっと。むしろ行ってる。行くわ、ついて。何したらいいですか。で、なんか面白いことしてや。できる？それで呼んだんだけど。それできんと帰ってもらうで。はい、はい、よし、ちょっと見ない、面白いでしょ。しゃれましたよ。いや、ちょっとあのあいつ話通じんわ。あ、通じた、通じた、通じんかった、通じんくらい、あいつ全然頭悪くない。うちあれ、うち言われまいしたよ。何がおもろいよ。ごめんなさい。やってやって、もう一回やって。ちょっと被っちゃったから、やった。すげえや。絵になるな。普通にすごい。後ろに落ちたらやば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 い。ガチじゃん。ひやった。あの体勢から復活するやつ。すげえ。すごくない？すげえ。もうできたから。いや、俺も足に落ちるのが。いや、俺も落ちなんか思ったよ。違った。いや、耐えた。ほんまに嫌だったんだよ、あなた。触ればすんだよ、お前。そんな湯気が出てないんだけど、わかるだろ、大体。再生回数1回いくということで。おい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 、1回ですから。聞いたことないぞ。1枚とかい。俺に任しとけ。橋本豪快。誰？ミュージシャンがお前。その匂い。聞いて聞いて。これ誰が火つけたの？あ、僕一人の力でここまで、なんとかやりました。全部嘘。頑張ってくれたのはカメラマンさん。うん、僕らは横でうどん食えただけ。本当にありがとうございます。ちょっと火がつき出したら一生懸命やりだして。そうじゃった、そうじゃった、言うてた。ちょっとだけ見てみよう。あ、ちょっとこれいけ、これいけ、いい感じ、見えとる。うわ、マジ、これグツグツしておる。見えとる。俺の見方は、見方はで、カメラでも分かるぐらい湯気。女風呂の覗き方。いいんじゃない、これはほんまにあったかいの。あったかいの。はい、ということで完成しました。ありがとう、みんな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 。サックスの仕方が上と人だよ。上から見てるよ、これ。てな感じで、はい、早速オープンしていきたいと思います。早く見たいわ。いきますよ。お願いします。じゃあ五右衛門風呂オープン。うわー、あったかそう。どう、あったっけ。そう、マジめちゃくちゃあったかい。いけるわ。うわ、うわ、あ、入った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 。あったか。もう準備万端だから俺。この人聞いてないから。マジで聞いてないから。もう行け。あ、ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。入りたいんだけど。ちょっとな。何やすの。
あの山にな滝があるんだ。いいねえ、全然いいが、できたらできいいが、ちょっと待って、頼む、意味が分かる。滝入りたい、滝があるじゃん、うん、で、あったら心が汚れたっていう。なんだよな、心が意味があるんですよ、汚れたわけ。ちょ、待って、そんな神聖なあれではないじゃん。偽証か、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 浄化してほしいんじゃん、これ清めてきて。うん、ちょっと、これ、お前行くか、行くか、おるしかしてないか。滝まで分かった、行こう、分かった。で、上空、滝修行して、うん、で、滝、はいよ。もう山とかあってやばいんじゃない、雪やばいんじゃない。やばいやばい、すごい残ってない絶対、うん、死ぬよ、滝あるよ。だいぶ今も寒いもん、こっちでは。行ける風行くで、全身霜焼けなのぞ、お前、その冷てえとこから。滝修行がしたいんや。したいよ、全が絶対、俺らに。俺ら二人じゃん。見たい、それを見たい、俺たちは。ショール飲みたいんだ。ええ、とりあえず、行くだけ行って。行くだけ、一回滝、行こうか。ワープしよう、ワープ。いや、それでは、滝まで。ワープ。ワープ。鳥居が鳥居になっちゃったよ。これやめよ。でもマジでどうだ。マジで。絶対失敗。